ただいまから日本共産党曽根一議員の一般質問が行われます。持ち時間は14分、質問項目はご覧の通りです。東京の地域公共交通に都の責任と役割を果たすよう求めて質問します。全国でも都内でも住民に欠かせない公共交通の衰退が深刻です。バス路線などの減便や廃止が増え、思い切った支援なしには維持できなくなっています。3年前の国の第二次交通政策基本計画でも、交通事業が独立採算を前提として存続することはこれまでにも増して困難だと述べ、あらゆる地域で路線廃止撤退が雪崩を打つ交通崩壊が起きかねないと危機感をあらわにしています。私の地元北区では、民間バス会社が JR 浮間船渡駅から赤羽までの路線を赤字を理由に突然減便、そして廃止してしまいました。住民からは、浮間はどの駅にも遠いのでバスがないと大変、タクシーなんて使えない、浮間からは総合病院北医療センターへの坂を登れないのでどうしたらよいか、など困惑と怒りの声が広がりました。その後、地元住民の粘り強い署名や要請を受けて、ようやく北区がこの路線を12年ぶりにコミュニティバスとして復活させました。北区の経験からも、誰もが身近に利用できる公共交通を保障することはもはや事業者任せにはできません。国の交通政策基本法ではまだ明記されていない国民の交通権の保障を明記させることを求め、都として地域公共交通を守り抜くという姿勢を明確にすることが必要です。都は2年前に東京における地域公共交通の基本方針を策定し、2040年代の地域公共交通を目指して、知事は持続可能な輸送スキームの構築を踏まえた施策を推進すると述べています。しかし現実には、地域公共交通は運転手不足やコミュニティ交通の財政負担問題が深刻化して、持続可能どころか減便や廃止が続出しているのです。知事はこの事態をどう認識し、持続可能な公共交通についてどういう認識をお持ちなのか伺います。本年4月から足立区で20年運行してきたコミュニティバスのうち5路線が廃止、他の路線も大幅に減便しました。足立区はこれまでコミュニティバス事業の運行経費について、初期費用の財政支援だけで、運行は民間バス会社に任せてきました。しかし乗車率の低いコースから廃止減便となり、1日1便のみのコースも現れました。今、北区も含め各地域のコミュニティバスの運行には共通して大きな課題が残されており、その第一は採算問題です。北区では運行経費の4割を運賃で回収できれば路線継続を判断するとのことです。しかし、新規開通の浮間赤羽コースでは、集合住宅やスーパーの前を運行するなど工夫して幅広い年齢の乗客が利用していますが、それでも赤字解消は難題です。人口減少傾向が明確な多摩地域はさらに厳しいと言えます。多摩の市長会や町村会からの予算要望でも、地域交通への支援拡充、とりわけ運行経費補助期間の延長は最も切実な要望の一つです。知事が約束した通り、地域公共交通を持続可能なシステムにしていくためには都の支援の拡充は不可欠であり、路線運行が安定するまでの立ち上がり支援と位置づけられた運行経費補助について3年という期間を延長すべきです。いかがですか。第二の課題は、コミュニティバスの既存バス路線との競合をどう調整するかという問題です。北区の新規路線では、民間の国際工業バスとの競合部分では、原則として
コミュニティバスのバス停を置けず、さすがに患者利用の多い総合病院前は停留所は設置したものの、浮間からの乗客は降ろすが、病院前からの乗車はさせない。逆に赤羽からの乗客は病院前では降ろさせない。など異常な変則ルールがあり、利用者本位のコミュニティバスとはまだ程遠い現状です。知事は基本方針策定にあたり、高齢者や子育て世帯などの気軽な外出を支える移動手段や、区市町村の境界を意識することのない移動の実現に向け、区市町村支援を強化していくと述べました。それには、東京都が複数の区や市を運行している大手バス事業者と、地域のコミュニティバスとの競合を避けるため、東京全域をカバーする共通ルールを確立し、各路線の調整や再編まで検討する部門を設置して、交通問題の解決に当たる必要があると考えます。知事の見解を伺います。韓国のソウルはじめ大都市では、近年、市内の全バス路線を徹底検証の上で、複数のエリアに再編し、民間と公共でバス路線を分担し、乗り継ぎも含め、乗車距離に応じた低廉な家賃、運賃を実現しています。ソウル市では、バス交通の公的一括管理により、市民には低料金と分かりやすい案内表示を、バス労働者には雇用の改善を、民間バス事業者には安定した経営を保障しています。都の公共交通がすべての都民に交通権を保障するには、こうした改革が避けて通れません。運転手確保も喫緊の課題です。葛飾区は最近、区内に事業所を置くバス会社の運転手確保のために住宅費などへの支援を行うと報道されています。都としても、民間や地域交通のバス運転手確保に財政支援を行うことを提案します。どうですか？また、タクシーの位置づけも重要です。都内全域の交通計画の検討の中で、他の政令市で実現しているように、都民の身近な交通手段であるタクシーを公共交通として位置づけ、タクシーの社会的な活用を検討協議する担当部署を設置するとともに、地域公共交通の基本方針に位置づけることを求めるものですが、いかがですか？最後に、コミュニティバスへのシルバーパスの適用について提案します。交通手段の少ない地域の解消や、公共施設などへの移動手段を確保するという役割を持つコミュニティバスなどに、シルバーパスを適用することは、高齢者の社会参加の促進に大いに役立つのではありませんか？一日も早くバス路線ならどこでもパス、シルバーパスが使えるよう検討を進めることを要望します。次に特定整備路線に関連して質問します。まず、建設局の軌道取得推進課について質問します。我が党は予算委員会の代表質疑で、この組織が特定整備路線などについて住民合意や理解協力を得ながらでは到底進まないだから反対を抑え込んで用地買収を強力に促進するとの危険性を指摘しました。今に至ってもこの組織の任務や配置が具体的に示されません。本庁と各建設事務所の用地課から集められた63名の軌道取得推進課職員が特定の路線の用地買収のために重点的、集中的に特定地域に投入されることがあり得るのではありませんか？建設局は用地取得に関わって今までの基準や運用は何も変えていないと説明してきましたが、昨日になって土地収容制度適用基準の運用の改正を行った事実を認めました。それは第一に、
土地収用以前の大前提とされていた任意折衝による円満解決を原則とするとの文言が削除されていること。第二に、基準となる 80% を超える用地取得や事業開始5年の期限を過ぎて測量や調査、折衝などの手続きを経てもなお合意できないときは、都が事業の早期完成のため緊急を要する場合や事業効果の早期発現に支障があると判断さえすれば土地収用法に定める手続きを進めるとされており、権利者の住民がどんなに正当な理由で反対していても都の権限で強引に土地収用手続きに入れる、そのための運用規定と言わざるを得ないものです。都が63名の機動取得推進課を組織したのはまさにこの実動部隊にするのが目的なのですか。お答えください。これは土地収用制度の歴史的大改悪と言わざるを得ません。運用規定の変更だけで一方的に憲法29条の財産権まで侵害する、こんな改悪が許されてよいはずがありません。知事は以前2018年、19年、21年の予算議会で特定整備路線の新年度予算を前年度の事業進捗を踏まえて減額したことを賢い支出の一環であると答弁しています。しかしその後、道路事業で賢い支出の答弁はしなくなり、昨年度も特定整備路線の予算が多額の執行残を残し、建設局が減額要求をしたにもかかわらず、今年度予算の知事査定で約40億円も引き上げました。これは大型道路を何が何でもごり押しする姿勢への先祖狩りであり、これまでのルールを改悪して新たに金も人も投入する、旧来の自民党型政治に小池知事が転落したということではありませんか。知事お答えください。特定整備路線のとりわけ住民訴訟で提訴された5つの路線はすでに住民生活と地域コミュニティの破壊、自然豊かな公園など緑の破壊、小池知事が解消を呼びかけている段差が生活道路を塞ぐ巨大道路擁壁として新たに町に持ち込まれるなど、防災に役立つどころか地域の深刻な分断と破壊の影響が避けられないものです。知事、都政を支えているのは都民です。都が住民の声をまともに聞かずに土地収用の大改悪による道路ごり押しの道に進むなら自治体として最悪の選択であり都民から見放されるでしょう。今こそ特定整備路線を再検討し抜本的に見直すよう求めます。知事の答弁求め、再質問を留保して質問を終わります。知事小池百合子さん。曽根はじめ議員の一般質問にお答えいたします。私から地域公共交通について、お答えをさせていただきます。都は地域公共交通を取り巻く社会状況の変化に対応するため令和3年度に地域公共交通の基本方針を策定をいたしております。この基本方針を踏まえまして区市町村の交通サービス維持に向けた取り組み後押しをし地域公共交通の充実を図っているところでございます。財務の質問は都議官及び関係局長が答弁をいたします。東京都議官谷崎圭一君。4点のご質問にお答えいたします。まず地域公共交通の運行経費補助についてでございます。
コミュニティバスは区市町村による主体的自律的な運営を前提としており、区市町村自らが交通需要や事業の持続可能性、財政負担の将来的な見通し等について十分に検討することが必要でございます。都は事業運営の安定化を図るため、運行開始後3年間の運行経費の一部を区市町村に補助しております。次に地域公共交通に関する調査検討についてでございます。地域公共交通は地域に精通する区市町村が主体となり、交通事業者の創意工夫のもと多様な関係者が参画し、それぞれの役割を果たしていくことが必要でございます。都は広域自治体の立場から地域公共交通の基本方針において各主体の果たすべき役割を示し、区市町村の取り組みを後押ししております。次にバス運転手の確保についてでございます。地域の移動サービスを確保するためには、区市町村が交通事業に関わる地域の課題を把握し、交通事業者などと連携を図りながら主体的に取り組むことが重要でございます。都は広域自治体の立場から区市町村に対して、地域公共交通計画の策定やコミュニティバス等の運行経費などについて経費の一部を補助し、取り組みを後押ししております。最後に地域公共交通におけるタクシーについてでございます。地域の公共交通ネットワークを持続させるには、区市町村がそれぞれの地域にとって望ましい姿を明らかにすることが重要であり、鉄道やバスのほかタクシーを含む地域公共交通を作成している自治体もございます。都は区市町村が主体的に地域の交通課題の解決に取り組めるよう、技術的財政的に支援をしてまいります。福祉局長、山口誠君。シルバーパスに関するご質問にお答えいたします。シルバーパスは高齢者の社会参加を助長し、福祉の向上に寄与しており、その利用対象交通機関は条例等に基づき都営交通及び路線バスとなっております。またコミュニティバスのうち、一般の路線バスと同等の運賃を設定しているものについて、区市町村とバス事業者の協議が整った場合はシルバーパスで乗車できるようになっております。建設局長、花井哲夫君。4点のご質問にお答えいたします。まず、軌道取得推進課における用地取得についてでございますが、軌道取得推進課は主に特定整備路線において事業効果の早期発現が見込まれる用地の取得を機動的かつ集中的に取り組むこととしております。次に軌道取得推進課を軌道推進あすみません次に軌道取得推進課を組織した目的についてでございますが、避難路を兼ねた暫定的な歩行者空間や緊急車両用の仮設通行路の確保など、事業効果の早期発現が見込まれる用地を機動的かつ集中的に取得することでございます。なお、本年3月の建設区土地収容制度適用基準の運用の改正は、組織改正に伴う規定整備等のほか、関係権利者の生活再建に十分な配慮をしつつ、契約合意に向けた取り組みを尽くすことなど具体的に明記したものでございます。次に、特定整備路線の予算についてでございますが、特定整備路線は市街地の延焼を遮断し、避難路や緊急車両の通行路となるなど、防災上極めて重要な道路でございます。令和6年度予算は能登半島地震も踏まえ、整備に必要な予算額を計上しております。最後に、特定整備路線の整備の見直しについてでございますが、これまで都は生活再建支援の相談窓口を設置するなど、関係権利者に丁寧な対応を行い、令和5年度末時点で 67% の用地を取得するとともに、全区間で工事に着手し、一部の区間では交通開放を行うなど、整備は着実に進んでおります。引き続き、地元の理解と協力を得ながら、事業を一層推進し、地域の防災性向上を図ってまいります。79番、曽根はじめ君。
再質問します。特定の路線の用地買収のために、重点的集中的に特定地域に職員が投入されるのではないかと聞きましたが、局長はこれを否定されました。ごまかしは許されません。我が党は、軌道取得推進課の事務分担の資料を入手しました。これによれば、担当する路線名がわかる48件の分担のうち、66% の32件が、小池知事の地元、豊島区池袋を通る補助第82号線に集中しています。文字通り重点的集中的に、特定の地域、特定の路線に人員を集中しているではありませんか。改めて答弁を求め、再質問を終わります。建設局長、花井哲夫君。傍聴人は軌道取得推進課における用地取得についてでございますが、軌道取得推進課は主に特定整備路線において事業効果の早期発現が見込まれる用地の取得を機動的かつ集中的に取り組むこととしております。31番中田隆君。ただいまから小池百合子都知事の態度がひどすぎます。知事を指名して本会議で都議会議員が質問をするのに、何回も知事にお答えください、知事お答えくださいと言っても局長答弁にして完全にガン無視にもかかわらず、気に入らないことがあるとやじを飛ばす。今までまあ多くの私は首長に、お目にかかってきた、あるいは傍聴してきましたが、こんだけ答弁拒否をする人っていうのは初めて見ました。皆さん、小池さん何かいろんなとこで出てるから、非常にスマートに話して議会運営でもしっかりやってんだろうなって思っているかもしれませんが、まあその正体は黙する女帝、自分の気に入らないことは答えないわけであります。今の問題、神宮外苑の木をバッサリ切る、あるいはゴジラ2つ制作できる48億円かけての都庁プロジェクトマッピング、都立病院629床の休止、東京都はスウェーデンとほぼ同じ予算で あります。スウェーデンとほぼ同じ額でありまして、スウェーデンより少し上なんですけどね。だから日本のスウェーデン、東京都と降伏し、厚い社会保障の国に、都にできるということだと思います。